はい、じゃあ3、2、1。FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中で精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と解離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聴いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度から お答えいたします。もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。はい、メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日メンヘラジオ第27回の収録となっております。おお、そんなに。はい、お、本日は3月20日月曜日となってまして、うん、僕らが結婚してちょうど10ヶ月お、はい、の、まあ、記念日。そんな、そんななんだ。うんうんうん、まあ、10月から開始したラジオが、もうちょうど5ヶ月ちょうど5ヶ月って言い方もおかしいけどな。10、11、12、1、2、3 5ヶ月もやってるか。はい、5ヶ月も経ってますね。あ、すごいすごい。なんか、まあ、まだまだね、ひよっこのラジオですけれども、はい、はい、無事なんとか、なんとかね、27回を迎えておりまして。そうだね、はい、もうすぐ30回となるんですけれども、うんうん、今日はね、夏実さんね、うん、先ほどまでハピワンで泣いてましたけれども。ああ、泣いちゃった泣いちゃった、はい、何があったのかね。まあ、ハピワンがね、ちょっと残念なことになくなってしまうんだよね。はい、それでいろいろね、これしてる頃はないんじゃない、ね、もうそうだね、これが放送されてる4月3日にはもうね、3月いっぱいで亡くなってるっていうことで、僕らもね、4月から、どこを拠点にしているのか、まだ現時点では決まってない状況ではあるんですけれども、まあ、そのうちね、新たに何か始めてるかもしれないんで、かもしれないし、ラジオ番組内でね、番組内で紹介できればと思うんですけれどもね。見てよこの目。ラジオ聞いてる人は見えないけどね。まあ、気になる方は YouTube で確認していただいて。はい、まあ、そんな発表がなくなるかもしれない僕らですけれどもね、今日も元気にやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。メッセージも私たちお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、では、トークコーナーに、メッセージトークに入る前に、はい、先日、うん、放送されたメンヘラジオ3月13日の放送会でね、うん、見ていただいたリスナーさんからメッセージいただいておりますので、うん、ご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、はい、ラジオネーム匿名希望さんから、はい、メンヘラジオ3月13日放送会 YouTube で見ました。ありがとうございます。匿名メール読んでいただきありがとうございます。お二人だけの空気感の良さがよく伝わる放送会でした。ほうほう。本24人のビリー・ミリガンは分厚い本で全部読むと4冊あるので、
本好きな私でも今は多分もう読み返す自信はありません。オーディオブックとかあればいいんでしょうけどね。無理に読まなくて大丈夫です。なんか映画化されているみたいですが見たことないです。そういう方が実在していた、テレビで人格が変わる瞬間の映像があったということだけでも知っておいてもらえたらって感じで書きましたので、テレビで見た人格変わる瞬間は、外国の方なんですが瞳の色が茶色からブルーに変わってた、逆だったかな、という映像でした。もしまた読む機会があったら簡潔にまとめてストーリーをメールしようかと思いましたが、今はウィキペディアにあるかもしれませんね。あ、夏美さん体調の波激しそうですね。はあ、バレましたか。自分も大変な時期ありましたが、それも含めて自分なので、そばにいてくださる方々を大事になさってくださいね。はい、健太さんの大きな愛で包まれているのが安心材料であり、良いお薬になりますね。うん、ではでは、またメールしますね。今夜もお薬飲んで寝ます。とのことです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。本当にこんな嬉しい日に、嬉しい日に私はパジャマを着てきてしまった。いいんじゃないの？ジェラートピケだね。ジェラートピケだから許して。許しましょうかね。はい。まあ、夏美さんもね、先ほどトンプクを飲んで。トンプクも飲んじゃった。ラジオに臨んでおります。もう寝るだけ。はい。あの、不穏時トンプクですね。不穏時トンプクの、はい、チューチュー飲んでね。そうそうそう。はい、ありがとうございます。匿名希望さん、ありがとうございます。あれ、24人のビリミリガンね、俺もちょっと気になるんで、機会があったら。俺も本好きだからさ。そうだね、読めたらいいな。そうだね、健太さん本好きだね、はい、思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは本日のトークテーマに行きたいと思います。はい、本日のトークテーマ、出会い、別れ。はい、ということで、今日の収録日がね、先ほどもお話しましたけれども、3月中に行われていまして、ただ放送日は翌月のね、4月3日となっております、はい、はい、そこでですね、3月は卒業、そして4月は入学、別れと出会いがちょっと交錯する期間だなっていうところで、で、出会いと別れにちなんだ経験を教えていただけますかということで募集させていただきました。はい、はい、それでいくつかメッセージ届いておりますので、夏美さんの方から紹介してもらおうかな。はい、わかりました。はい、お願いします。サンクスラボのミンミンダーハーさん、ごめんなさい、はい、大丈夫ですか。はい、サンクスラボのミンミンダーハーさんより、はい、巡りゆく季節のように出会いと別れがあり、色即是空と思うこともしばしばですが、思い出の塊で自分は作られているので、人との出会い別れをその都度に大切にしていけたらと思いますとのことです。あ、なんか詩的な感じがするけど、うん、色即是空、うん、これ読めなかったからググったよね。なんか意味とかは分かりましたか？ちょっとごめんなさい、何だったっけ、聞いたんですけど忘れました。あ、そっかそっか。まあ健太さんもよく分かってはいないんだけど、なんか色即是空っていう言葉だそうです。そうね、で、まあ、思い出のね、塊で自分は作られているっていうことで、そうだね、みんな自分を形成するまでにね、いろんな人との出会いとか別れを繰り返して、そういった思い出でね、今の自分ができてるっていうことですね。そうだね、うん、その思い出を大切にしてね、僕らもね、やっていかないといけないね。出会いと別れの繰り返しだもんね。そうね、人生はね、うん、はい、それでは、僕の方にも届いたメッセージ、はい、健太さんの方に届いたメッセージよろしくお願いします。はい、はい、では、メンヘラネームと来てます。はい、メンヘラネーム、沖縄大好きさんより。お、沖縄大好きさん、ありがとうございます。はい、健太さん、夏美さん、こんちくわ。こんちくわ。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、現在進行形で腰痛にやられている沖縄大好きだぜ。一緒だね。こんちくわ、いたたたたって、はい、メッセージテーマ、出会い別れ、出会いと別れですか、これまでいろんな出会いと別れを経験してきました。8年前、声優を目指し上京した元沖縄アイドルの子がいるのですが、元気にしてるかな。沖縄にいる間はよく彼女のライブやイベントに足を運び応援しに行きました。
元気で明るくてとても可愛い子です、うん、同じアニメも好きで共通する部分もありました、うん、沖縄を離れても彼女が所属していた事務所の養成所が行っていた、うん、ユーストリームの配信もよく見ていました。それからしばらく舞台に立ったりと活動されていましたが、コロナ前に事務所を退所されたそうで、現在はどうしているのかは分かりませんが、うん、今頃どうしているかな、元気にしているかなと、今回のテーマを聞いてふと思い出しメッセージさせていただきました。なるほど。とのことです。うん、うん、アイドルさん、アイドルさん、好きなアイドルさんがいたんだね。うん、沖縄大好きさん、結構ね、沖縄の、なんていうかな、地元のアイドルさんを、うん、応援していらっしゃるね。いらっしゃるみたいで。うん。うん、声優を目指して上京した元沖縄アイドルということで、僕もね、うん、アニメが好きなんでね、うん、このアイドルの子が、うん、ね、もうダメだったのかな、まあ、頑張ってるかな、頑張ってたらいいけどな、事務所を退所したってコロナ前にっていうことだけどね、また映ってるかもしれないしね、うんうん、ひたすら頑張ってるかもしれないから、うんうん、いつかね、沖縄の名字のね、うん、声優さんってたまにいるのよ、男性、そうなんだ、男性声優さんとかね、女性声優さんでももちろんいるんだけど、うん、やっぱ見てると応援したくなるよ、うん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 、頑張れってね、うんうん、だから多分沖縄大好きもそういう思いで応援してくれてたんじゃないかな、うん、はい、では、もう一つ、はい、はい、ラジオネームかねさんより、かねさんありがとうございます、はい、もう会えなくなったという形に限定するとならば、僕はデイケアの T さんという職員が頭に浮かびます、うんうん、僕は引きこもりの期間が長くてリハビリとしてデイケアに通っていました、うん、そこで第二の青春というか伸び伸び生きることができてすごいはしゃいでしまったのです、うん、明るいといえば明るい、しかし時にはそれが人の迷惑となる。 T さんはそんな僕を親しみを込めて接してくれて、いつもほがらかでした、うん、仕方ないなぁみたいな、うん、理解ある心で僕と触れ合ってくださったのです、うん、それから時は流れて T さんは体重が痩せていきました、うん、運動するようになったんですよと笑って健康的にウォーキングをしています、うん、その時は素直にすごいなと思いましたが、僕がデイケアを卒業した数年後に亡くなったことを聞いたのです、うん、がんでした、うん、デイケア時代からがんが進行していたそうです、うん、でもウォーキングをしてますと朗らかに笑って痩せていく体を騙して、うん、T さんの温かい嘘に僕たちは包まれていました、うん、いつの日か別の職員がデイケア会議で僕が問題視された時があったそうです、うん、その時 T さんだけが君の擁護をしてくれたんだよ、そう伝えられました、うん、何とも言えない感情が芽生えました、うん、表向きはいい顔して裏は知らん顔しているのではなく、本当に僕は思われていたんだなと今、うん、この文章を綴っている最中もねえちょっともうこれ以上書くのは野暮な気がするので終わりますね、うん、とのことです。あー T さん、そっか、うん、すごく素敵なお話ですね、うんうん、そっか、あ体の病気かまあでもこういうね自分のことを思ってくれてる人がいるって知れるのはね、うん、やっぱりありがたいって思うし、その出会いが出会いというかね、別れがあったからね、うん、あのカネさんもきっと今その T さんとの思い出を胸にね、胸にね頑張れてるのかな、うん、さっきのミンミンダーさんのね言葉じゃないけど、うん、思いその T さんの思い出の塊でね、うん、カネさんもできてるはずだからね、うんうん、なんかすごくいいお話でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、夏美さんはちなみに出会い別れと聞いて何を思い浮かべますか？出会い別れ、今まで何度も入院して何度も退院してきた夏美です。はいはい。出会い別れですか？うん。ハッピーアンがなくなるのが悲しいです。そうだね。ハッピーアンでね、すごくお世話になったからね。解離性障害という、まあ、なんていうのかな、なかなか人には理解されない病気を受け止めてくれた、まあ、唯一の場所といってもいいところだからね、はい、うんうん、で夏美さんの人格の一人でもあるサイリーもね、うん、あの
今まで表に出てきた時にあなたは夏美でしょって言われてたところだったんだけど、うん、ハピアンではねちゃんと再利を再利とし して認めてね、うんうん、接してくれてね、うんうん、そういう場所がなくなるのは寂しいけれどもね、うん、でもなんていうのかな、そこでできたねつながりはね、うん、きっとこれからも切れないでね、切らない、うん、そうそうそう、あのつながってつないだまま、うん、あの今後の人生、歩んでいけると思うし、うんうん、でもねさっきねすごいねもうね、うん、なんか泣いちゃったんですよ。そうね、不安がね、お別れしたいとか思っちゃったんですよ、うん、お別れしたい、あの世界とそうね、まあ で、まあ、でも時折ねこの気持ちどうやったら消えるのかな、僕らはねずっとなんかどっかでねあのお別れしたいっていう思いはね、うん、抱えてきてるからね、うん、そういうのがね表にポンって出てくるときはやっぱきっかけとしてあると思う。そのきっかけがね、うん、あのハピアンがなくなること、それに対する不安だったりね、うん、うんうんうん、まあでもきっとねまあ次に未来がつながるね、うん、次につながると思います、スタートにもなると思うんでね、うん、あんまり不安になった時はねちゃんと不安だっていう思いをみんなに伝えてやっていけたらいいのかなって思うんで、はいはい、遠慮なく不安な時は不安だって叫んでください。ありがとうございます。はい、はい、ではここからは楽曲紹介のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、本日紹介していただくのは夏美さん、はい、Life is Beautiful っていうレオナさんの曲です、うん、はい、レオナさんの曲、エンディング曲ね、この番組のエンディング曲もレオナさんなんですけど、うん、レオナさんの別の曲となっております、うん、はい、ぜひお聴きください、お聴きください。はい、何もう泣きそうだった出会いね、大丈夫、ね、でもほんとこの目さ、下にさ、目の下になめくじ飼ってるみたい、うん、ちょっと涙袋がはっきりと、涙袋がもう涙袋としての役割をなんか果たしてるぜ、うんうん、まあ、めちゃくちゃ、まあ、でもせっかくだから健太さんの出会いも話しとこうかな。健太さんの出会い話してください、うん、まあ俺はね、もう本当にギャンブルばっかりの性格で、もう貯金とかもね、もう30過ぎてもな全くなくて、うん、まあこんな人間がね、まあ彼女だったり結婚とかもう夢のまた夢でさ、もう今後は一人で生きていこう、あるいは一人で死んでいこうって思ってたんだけど、うん、まあまさかね自殺未遂して入院をして、うん、その入院先でね変な嫁と結婚することになるとね。これもまあ意外な出会いというか、予想だにしなかった出会いで、その出会いを経てね、ハピアンという場所に出会って、うん、そこで、父親の次にね尊敬できる人に出会えたっていうのはすごく僕の宝になってるんで、うんうんうん、そうだね、うん、すごく大事にね今後も生きていけたら、ハピアンがなくなろうとね、うんうんうん、そうだよね、そうだよね、うんうんうん、大丈夫だよね、生きてりゃそう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 、でこの歌もね Life is Beautiful もそれに近いあの歌詞になってるさ、うん、なんていうのかな、雨なしで虹はかからない、そうそうそう、雨は降ってもね、うん、降る時はあるだろうと、でも雨なしで虹はかからないから、うんうん、心配するなみたいな感じのね、そうそうそう、人生は美しいから、今日よく頑張ってしまったなみたいな、すごくこの今流れてる曲もね、 Life is Beautiful っていうレオナさんの曲ですけど、 YouTube でねプロモーションビデオもありますんで、ぜひ気になった方はこの、ラジオの YouTube のラジオの YouTube、メンヘラジオの YouTube を見た後にレオナの Life is Beautiful も聞くんだ聞くんだというわけで、はい、はい、はい、お聞きいただいているのはレオナさんで Life is Beautiful、はい、はい、こちら2022年、はい、去年の5月に発売されたセカンド EP、うん、Naked の1曲目に収録されている曲で、
うん、この曲がね、まあ別れとかあって出会い、あと傷つかない人生なんてないっていう、うん、いや雨の降らない人生なんてない、そう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 、でも雨なしで虹はかからないっていうね、なんかちょっと前向きになれるような歌になってるんで、うん、まあ3月卒業シーズンね出てね、別れることでちょっと寂しい思いしてる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、うん、まあ新しい出会いもね、このラジオが流れてる分には4月になっててね、うんうん、新しいスタートが、新しい出会いがね、素敵な出会いがあるかもしれないんでね、うん、出会いが待ってるよきっと、そうそう、この曲を聴いて、ぜひ、前向きな気持ちも持って帰ってもらえたらと、お裾分けですね、うん、いわゆる、はい、前向きな気持ちになれるよう、はい、そうね、もう夏美も頑張るからさ、みんなも頑張ろう一緒に頑張ろうそうだね、一緒に、うん、そんでそれがいいよね、うん、いい方向にきっとなっていくと思うからね、うん、うん、そうだすな、そうそう、そうだすな、そう出すなときたか、いやもうパジャマだからさもうお薬も飲んだしね、お薬も飲んじゃってからさ、いつでもお薬飲んだ寝ろ、お薬飲んだ寝るって感じだもん、寝るって感じだから、うん、まあというわけでね、こちらからは以上です、こちらからは以上です、はい、はい、エンディングに入っていきたいと思います、はい、メンヘラジオエンディングでございます、はい、はい、ありがとうございます、皆さんお聞きくださって、はい、ありがとうございます、こんな目の下になめくじ買ってる女となんかそう、まあ、いいんじゃないですか、はい、はい、なめくじがいるんだったら、うん、なんか殻かぶせてあげたらいいよ何どうなるの、カタツムリになります、あ、そうなんだ、いや、わからんけど、え、どっち、いや本当物理的に、いやどうなんだろうな、俺ナメクジはカタツムリとほぼ一緒、なんか、いや知らんけど、いや知らんけどって何の話まあでも、はい、出会いと別れをテーマに今日お話ししてきましたが、うん、はい、はい、やっぱ健太さんと出会えたことも私大きかったな、やっぱり、ああそうだね、俺もそうだよ、ごめんね、最後に来てのろけちゃったけど、いやいいんだよ、まあじゃあのろけで終わるのも申し訳ないから、ちょっとハードモード、夏美に怒られそうな話しようかな、いいよ、まあ別れで言うとね、さっき出会いで夏美さんとの出会いを挙げたんだけれども、うん、僕ね、ギャンブル依存症なんでね、はい、まあ夏美さん、まあ夏美さんの前にもねお付き合いしてた方が、うん、何名かいらっしゃるんですけれども、そうなのよこの人そのうちのね何名かはね、財布からお金取って、うん、はい、あんたなんかとはお付き合いできませんと、うん、はい、謝っとき、謝っとき、告げられた過去がありまして、謝っとき、謝っとき、はい、皆さんすみませんでした、すみませんでした、はい、ギャンブル依存症で、はい、迷惑をおかけしました、本当にすみませんでした、嫌な思いをね、はい、本当申し訳ないです、でね、まあ例に漏れずね、夏美さんの財布からも俺お金取ってるのよ、ね、はい、取られましたそうなのよ、ほんでね、まあこれはもうやっちまったと、はい、別れ、またね、せっかく、せっかくできた彼女に、ね、うん、からも別れを告げられるのかと、告げられるだろうと、はい、思ってました、この子笑って許したんでね、いや、なんかさ、もうさ、うん、いや、今までの、うんうんうん、しかなんていうの、こういう、この時は、取られた時は、うん、健太さんのお母さんからも電話が来ましてですね、うんうん、でも周りを巻き込んでのことになっちゃったんで、うんうんうん、これはもううちらが色成長で見せるしかないだろうってことで、いや、よくわからんけど言ってることが違う、今までのさ、彼女見たくさ、そもそも俺に対する怒りみたいなのはなかったの、あいつらみたいな、ない、なんでウケるって思った、お金取ってる、ウケるって、取られたウケるみたいな、あいつ本当にギャンブル依存症やしみたいな、うん、そうだね、なんだそれ、うん、ウケるだったな、夏、大体のことなんかウケるって言っちゃうんだけど、たまに、あ、
あ、そうなの。大体のことをたまに。どういうこと。まあでもね、そうやってなんか笑って許してくれたことでね、今までとやっぱり反応違うわけですよ。今までのお付き合いしたから、ただ、うんうんうん、まあ普通はそうよね。あ、普通は怒るよ、うん、この子がたまたま変な子だったから笑って許してくれて、なんか分からないよ、笑ってるかもしれないけど許してないかもしれないよ恐ろしいななんで結婚したんやだからなんか救われましたよ。はい、うん、はい、じゃあ、ありがとうございます。救ったということで、はい、本当に本当にでもなんかな、まあ、なかなかなかった反応だから、初めての反応だったから、もう逆に、うん、はい、いろいろありましたけど、はい、はい、それでは今週のメンヘラジオはここいらでお開き。今日も元気にのろけ病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、今日もありがとうございました。今日もありがとうございました。はい、じゃあまたね。またね。